デザインフォーメーションでした。桃太郎が故障して止まっているため、走行車線が規制されていて5キロ渋滞しています。検診行ってきます。今検診が終わって、性別がもう確定したので、おっぱにサプライズで報告したいなと思って、このジェンダーリビールバルーンを準備しようと思ってて、今いろいろサイトで探しています。こんばんは。検診終わったから食べます。濃厚チョコ、さすがサーティワンとゴディバ。ゴディバの味がした。おいしい。これがなんかプレゼントで入ってた。がついております。じゃあ乗らないでね。いや、上に針がついてるから、そのポンポン取ると。あ、この。それを取ると針が出るから、その針をこの上の部分に刺すと、この中の風船が割れて、このもし青が入ってたら男の子で、このピンクの羽が入ってたら女の子みたいな感じで、ジェンダーリビールバルーンを今日は準備したんで、今日はおっぱに生物発表をしていきたいと思います。おっぱの違いいいとかある？女の子だったらいいなって思ったんだけど、一応分からんね、確認するんだ。女の子がいいんだ。ハゲになったらハゲするんだ。なんだ3、2、1。
綺麗に割れたね。すごい、めっちゃ良かった。여러분、공주님입니다。저는딸을딸을원했는데딸이딸이되게생겼대요。楽しみだね。俺しぼんできちゃう。もったいない。しぼんじゃった。飾っときたかったのに。おっぱのサプライズが終わったので、次は両親たちにサプライズをしたいなと思うので、今ミスタードーナツを買いに行っています。両親たちにはジェンダーリビールドーナツでサプライズしようと考えています。準備できたので、今からおまたちに、おっぱの両親の方に、韓国부모님한테영상통화한번걸어볼게요。엄마됐다통화가능할까요통화가능할까요엄마네네엄마도아빠도요아니지금뭐야교카가이거뭐야아들인지딸인지이거뭐이거하는거지금영상으로찍고있는데이거좀보라고지금뭐준비했다고지금보라고지금하는거야아니그러니까이게지금이게핑크색도넛이딸이고이검정색이아들인데이안에안에들어있는게그거라고그성별이라고女の子で。おお、面白い。別れるのが面白い。
ちなみにウンヨルさんは女の子だった予想。あ、そっか。さーて、どっちでしょうか。開けたらわかります。ドキドキ。これは取るってこと？うん、もうこれを開けるとこのポンデリングの中にもう入っとる。考えたね。うん、女か男か。じゃあ。ドキドキ。いきます。はい。でーでも、うん、パッ。女の子でした。え、ぶんちゃんすごい。すごいね、うん、だって占いの人は男って言ったもん。あ、そうなんだ。じゃあ占いに勝った女。やっぱすごい、夢ってすごいね。夢だ。ピンクでした。はい、無事に生まれますように。2